韓国女子バレーボール主将キム・ヨンギョンが韓国に帰国した際の記者会見で、司会者の呆れた質問が物議を醸している中、関係者がジョークのつもりだったと発言。またしても批判の声が相次いでいる。東京オリンピックで善戦した女子バレーボール韓国代表チームが9日、韓国に帰国。直後に実施された記者会見で、司会者が首相のキム・ヨンギョンに対して報奨金に対する回答を誘導し、さらにムン・ジェイン大統領に向けた感謝を強要したと韓国メディアファイナンシャルニュースが報じた。記事によると、記者会見の進行を務めた韓国バレーボール連盟の関係者は、キム・ヨンギョンを個別に呼んでインタビューを実施。この際女子バレー4強に進んだことにより、歴代最高の報奨金が準備されていることはご存知でしょう、と質問を投げかけた。これに対し、キム・ヨンギョン側は、はい、と答えると、司会者は知っていますよね、と念を押すように問いかけ、再度キム・ヨンギョンからはいという言葉を引き出した。司会者は金額も知っていますよね、と続け、キム・ヨンギョンが大体知っていますと回答。しかし、司会者はこの返答に満足できないかのようには、大体。いくらだと。と執拗に質問し、キム・ヨンギョンが6億ではないでしょうか、と答えると、司会者は、はい、そうですと言及した。質疑応答の最後に司会者は、突然ムン大統領は選手の名前を呼びながら応援してくださり、特にキム・ヨンギョン選手に対してエールを送ってくださったとし、これに応じましたか、とし、ムン大統領に対する感謝を無理やり引き出すように誘導。これにキム・ヨンギョンは私がですか。私が大統領に、と戸惑いながらも、そのように見てくださっただけでも感謝していますし、今回女子バレーが多くの方々からメッセージをいただき、たくさん話題にもしていただき、正直私たちがしたことはそれほど大きなことではないと思うが、いい話をたくさんしてくださり感謝しています。今後、より多くの期待と関心を寄せていただけたら嬉しいですと伝えた。ここまで話したキム・ヨンギョンに対し、まだ満足できないのか司会者は狂席が設けられた。大統領に、と再び言葉を投げかけると、キム・ヨンギョンは今話しましたよね、と驚いたような表情に。すると、司会者はもう一度と要請し、キム・ヨンギョンは感謝しています。ありがとうございますと困惑しながらも感謝の言葉を再度伝えると、司会者はそうです、と満足そうな表情を浮かべた。終始、誘導するような司会者と困惑するキム・ヨンギョンのやりとりにネットユーザーやバレーボールファンからはここは北朝鮮。こんな記者会見は見たくない。女子バレーと大統領は、何の関係もないなど怒りの声が相次いでいた。同件について、コメントを求められた関係者はジョークのつもりだったとし、報奨金に関する質問は、ジョークと見るべき。バレーボール協会やバレーボール連盟が恩着せがましい発言をしたわけでは絶対ではなかったと言及。また予定になかった後援金を出した新韓金融に対する感謝の表現方法だったと話した。